ゆ之のハリウッド初主演、プロデューサー作「将軍将軍」より日本版予告編映像が初公開となった。真田とハリウッドが「日本の魂」を本気で書いた天下分け目の戦国スペクタクルが間もなく開幕だ。予告編では1600年、慶長5年の日本を舞台に緻密で豪華絢爛な城郭、城内の様子や戦国最強の武将。 吉井虎長と虎への最大のライバルである石堂一成がしのぎを削る、熾烈な戦いを予感させるシーンの数々が映し出される。虎への運命を変える異国の地から漂着した杏人が覚悟を決めるシーンや、杏人と関係を深めていくマリコが、サダメ、について語る様子など、登場人物の関係性をうかがわせる。 そして画面を埋め尽くす鎧姿の武士たちが大軍となり出陣する大迫力のシーンや、城内に野衆を仕掛ける様子、虎長による魂のこもった、時の声により大軍が動く壮大な戦闘を予想させるシーンなども盛りだくさん。さらに、航海士である安心が操る船での海上戦を予想させる迫力のシーンなど、日本政作では見ることのできないハリウッドならではのリッチな映像と、 誰も見たことのない壮大なスケールで書かれた戦国時代に作品への期待が高まるばかりだ。戦国時代の日本を書くジェームズ・クラベルによる小説、将軍がトップガン・マーベリック2022の原案を手掛けたジャスティン・マークスや名優、真田広之らハリウッドの制作人により、徳川家康ら歴史上の人物にインスパイアされた、 関ヶ原の戦い、前夜を描くドラマシリーズとして新たに誕生。窮地に立たされた戦国一の武将、虎長、と、その家臣となった英国人航海士、安仁、二人の運命の鍵を握る謎をおきくリスチャー、マリコ、らにより書かれる歴史の裏側の壮大な、計りごと。そして待ち受ける大どんでん返し。日本では書きききれない、ハリウッド・スタジオによる壮大で圧倒的な映像世界。 将軍の座をかけた、陰謀と策略が渦巻く戦国スペクタクルが間もなく上陸する。本作には戦国最強の武将、吉井虎長役の真田広之の他にも、虎への領地へ漂着する英国人公会士、ジョン・ブラックソーン、後の安心、役でコズモ・ジャービス、母学に堪能でキリスト教を信仰し安心の通訳を命じられる戸田マリコ役でアンナ・サワイが出演。他、 危険な野心を持つトラエーの家臣、菓子や薮重役に浅野忠信、ブラックソーンの船が発見された漁村で薮獣に仕える若き武将、菓子王会役に金井宏と、トラエーの最大のライバルである武将、石堂和成役に平武宏、夫と子供を失った悲しみの中で新たな目的を見つけなければならない未亡人、宇佐み藤役に星萌絵など、この作品でしか成し得ない豪華な顔ぶれが勢揃いした。 また、虎への信頼する武将で親友の戸田広松役を西岡徳馬、マリコの嫉妬深い夫、戸田広勝、文太郎、役を安倍晋之助、虎への息子で自分の力を証明したいと強く願う生意気な吉井長人役を倉勇希、全国にその名を轟かせる遊女菊役の孔里優香、そして虎への権力に終止符を打つためなら手段を選ばない、四次の母として尊敬される落ち葉の方役を二階堂文が演じ、 二度とない豪華キャストの共演が実現した。確かな実力を持つ制作人も参加し、日本人のキャスト制作人がハリウッドと共に書く本作は見逃せない。ハリウッドが書く驚異的なスケールと臨場感に溢れ、見るものす全てを圧倒する戦国スペクタクルドラマシリーズ、将軍将軍は2024年2月27日、火曜日からディズニープラスのスターにて独占配信。